こんばんは。こんばんは。ハローハロンバリータです。ガンダンガビー。今日はですね、The Life Story of Our Hero ということで、まあ、日本語で言うと、名古屋のフィリピン人ヒーロー物語というタイトルでですね、はい、ヒーロー物語ですよ。日本じゃない、名古屋で、活動するですね、フィリピン人コミュニティリーダーを紹介していきたいと思います。まあ、なぜですね、今日、まあ、このテーマで、やっていこうということになったかと言いますとですね、ネストールさんがですね、Heroes for Better Western Union というテレビに出ました。イエーイ。ウェスタンユニオンというのは送金会社なんですけれども、そのフィリピン、送金会社が、賞金を出して、まあ、フィリピンのテレビ局がですね、まあ、取り上げてですね、こういうその世界各国で、社会的弱者とか同じそのフィリピン人の同胞をサポートしている人たちを、まあ、支援するプログラムを実施したんですね。受賞された時の感想は、まあ、はい、まあ、基本的には嬉しいんですけども残念ながらこういうことをやってるのは、まあ、理由は、まあ、うん、フィリピンの政府が何もやっていないということもありますので、うん、ちょっと複雑な気持ちもありますけれども。なるほどね。はい、はい、アテバージーバージさん、バージさんもですね、実は素晴らしい賞を受賞してるんですが、うん、去年、はい、レナート・ステファニー・ワールド、うん、ステファニー・レナート賞ですね。はい、名古屋に住んでるフィリピン人の人たちをこうサポートしてきたわけですが、そうですね、まずちょっと FMC の紹介を当て、フィリピンのマイグランツセンター、はい、我々が何をやっているかをですね、フィリピン人の移住センター、はい、2000年で作った団体なんですよ。うんうんうん、問題はね、いろいろたくさんありますね。うんうん、ドメスティックバイオレンスから家庭問題、うん、教育問題、うん、医療問題、労働問題、うんうん、それ全体のやはりマイグランツプロブレムス、ね、そのソーシャルコストオブフィリピンマイグレーションのほとんどの問題ね、うん、まあ、フィリピン人が移住民として来る時にかかる社会的コストっていうことですかね。そうです。うん、だから、うん、フィリピン人移住者センターができたんですね。うん、今 FFC のプログラムは、うん、そのもちろん、うん、クライシスインターベンション、クライシスインターベンション、はい、緊急介入ですね。はい、そのエデュケーション教育、うん、そうですね、うん、女性、うん、ウィメンスプログラム、女性のプログラム、それで今そのノーユルコミュニティ、ノーユルコミュニティ、はい、それで We have リサーチ and ドキュメンテーション、調査ですね、調査活動、はい、日本にいるフィリピン人、うん、で何人いるかっていうのは分かりますか？200,250,000 more。 200万人以上。26万人以上ですね。何番目に多いんでしたっけ、外国人の中で。全体の3か4ぐらいなんですよね。うんうん、で愛知県はフィリピン人の、まあ、3位、うん、3番目に多い、そうそう、3番目に多い、地域なんですけどね。うんうん、で、まあ、愛知県だけだと2万7000人ぐらい、うん、登録されているフィリピン人がいるんですけれども、うんうん、で名古屋だけでも7000ぐらいいるんじゃないかということで、うんうん、で特に中区が一番多い、外国人がフィリピン人だそうです。うんうん、なぜ名古屋が多いか、なぜが名古屋多いか、まあ、名古屋が多いか、まあ、名古屋が多いか、まあ、中区がなぜ多いかと、うん、まあ、もともと名古屋は住みやすいってフィリピン人の中にはあったんですけどね、昔は。なぜかというと、まあ、栄っていうところには、うん、栄地区ね、はい、あそこでフィリピン人コミュニティが固まっていて、あそこも何もかもあるわけですからね、フィリピンレストランとか。で昔はケーブルテレビとかインターネットまだない時代には、うん、なんていうか DVD レンタルショップがあって、うん、まあ、ちょっと違法かもしれないんですけど、
フィリピンでドラマとか映画とか、そう、ね、うん、映画とかをドラマをそれを、うん、DVD にしてこっちに送って、でそれがレンタル、なんていうのかな、ちょっと寂しいフィリピンっていうか見たいフィリピンでそこに行ってそこでレンタルできるんですよね。じゃあなんでそのフィリピンの人たちが日本に来ないといけないのか、うん、っていうところなんですが、サクセスストーリーが多いんですね。成功する、うん、成功する、うん、成功できると思ってみんな来る、まあ、まあ、サクセスは、まあ、成功、成功はずっとじゃないものですから、例えば、フィリピンだ、日本で働いてて、うん、まあ、それで、うん、子供、兄弟、うちをできて、まあ、大学校とか学校の支援、教育の支援とか、私もフィリピンに行った時に、結構小さい村とかにいると、そう、まあ、小さいお家と大きいお家とあるじゃないですか。で、すごく大きいお家は、あ、ここの家は海外に出稼ぎに行ったうちだよってみんなが言って、あ、こんな大きなお家が建てられるんなら、うん、まあ、海外に働きに行こうと。まあ、それサクセスですね、成功を求めていくっていうことはありますね。あとはやっぱりフィリピンでも、うん、まあ、昔から仕事が足りてないんですよね、うん、仕事がない、うん、フィリピンの工場とかはパッキンが多いんですよね、うん、自分のものは作れないっていうか、だから自動車っていう工場とかはもうないし、うん、まあ、コンピューターっていってもその部品を作る工場が多いんだし、契約労働者っていうのが多いんですよね。だから今半年で仕事はあるんですけれども、半年過ぎる前に、まあ、また自動的に首をされるんですよね。昔は中東の方は、うん、ものすごい本当に成功した人たちが多いんですよね、うんうん、だから未だにも中東っていうのは憧れてるんですけども、でも実際は、うん、今中東は、まあ、アブダビとかそういうところには、そうそうそう、本当にフィリピンの最低賃金にあんまり変わらない。ああ、そうなんですか。フィリピンで学校の先生ですけれども、あそこでメイドとしては働いてるんですよ。学校の先生がメイド、そういうのが、まあ、現実であって、だからやっぱりフィリピンではちゃんと大学出てもちゃんと仕事はあるとしても、やっぱり海外に行くしかないということなので、その、まあ、成功した話があってプラス経済状況と仕事の、まあ、がないところとか、だから本当にフィリピンの経済を支えているのが本当に海外にいるフィリピン人労働者なんですよね。だからそれがなければ、まあ、消えるんですよね。解散フィリピン解散ですか。フィリピン解散っていう形になるかもしれないね。政府は知ってるっていうか、もうむしろ行ってくださいってことなんですよね。そうですね、海外人に行ってくださいってことで勝手に行くわけじゃないんですよね。フィリピンの政府としては移住労働者っていうのは商売なんですよ、うん、国の。そうそうそう、まあ、だからレイボーエクスポート、コラゾンアキーノから、うん、コラゾンアキーノからずっと今までのみんな海外、うん、いってらっしゃい、いってらっしゃいっていうのが起こってるわけですよね。で、ちゃんと政府も政策とかありますよね。そうですね、ちゃんと政府の中に海外出稼ぎのね、うん、けど困った時は、うん、行く場所とかね、うん、あれば、うん、ね、困っているフィリピン人どこでも知らん顔するもんね。知らん顔する。フィリピンでは、うん、プリデパーチャーオリエンテーションというのがあるんですよね。出発前オリエンテーション、オリエンテーションというのは、だから初めて日本に来られるフィリピン人は、うん、そう、2日間のセミナーがあるんですよね、うん、問題なのはそこでは、どうやって送るの、どうやって送金するの、お金稼いだお金をどうやってフィリピンに送るかっていうセミなんですよね。それでサウディアラビアだったら、うん、デッドローとか もっと難しい、デッドローとか死刑、それ、はいはい、うん、マレーシアとか、それがもう本当にもっと大変ですね、うん、日本にいる移住労働者まだまだいいですね、うんうんうん、本当にこれは大変だったなとか、まあ、逆にすごい嬉しかったこととかあったら、ぜひ皆さんに紹介してください。グラベ15周年は、うん、グラベとかひどいとかじゃ、うん、じゃ同じですね、うん、問題増えてますだけね、問題増えてきている、ま、増えて、うん、ドメスティックバイオレンス、うん、最初はもうみんな喋れないんですね、うん、我慢してとか、病気とかうつ病とかいろいろな、うん、
皆さんの権利とか教えないといかん、うん、それがもう終わってからだんだんだんみんなオープンになってるんです。泣きたい時も、うん、ね、うん、FMC に来てそれでクライング、たまにクライングルームになってます、うん、泣き部屋ですね、うん、まあ、FMC は15年なんですけれども、うん、でも日本のなんていうのかな、移住労働者の、うん、フィリピン移住労働者の歴史っていうのはもう30年ぐらい、うん、そうですね、未だにもう何十年の歴史はフィリピン移住労働者、あの、うん、プロフェッショナルの人がいないですよね、うん、フィリピンの弁護士とか医者さんとか歯医者さんとか、そういう人は、まあ、僕は知らないだけかもしれないんですけど、うん、まあ、聞いたことはないんですよね、うんうん、フィリピン人の団体っていうのが日本中にはいっぱいあるんですけど、うんうん、やっぱり一つになってないっていう部分もあるわけですから、うんうん、防災訓練とかね、あ、はいはい、防災訓練2人で行ったんですけどね、うん、だから、うん、たくさんフィリピン人なので、そう、この辺は長くなんですよね、だからたくさんいるのに2人しかいないので、しかもフィリピン人、あの、うん、同じ団体で、うん、はい、なんでみんな行かないんですか？朝早いからあと雨降ってるからその時はすごい、まあ、一つは多分、まあ、現実的に考えると、まあ、朝早いのがあって、あと雨降ってます、あとは多分あの知らされてはいないんですよね、フィリピン人に対するプログラムというかプロジェクトを考えていらっしゃるんであれば、まあ、僕らもあの、うん、関わさせていただくっていうこともまあ一つの提案なんですけども、計画の段階から何かやるところから一緒にっていうのが理想の形なのかなというふうに我々は考えています、うん、もちろんできれば、うん、そのここ日本にいるフィリピン人がその、うん、エンパワーメント、エンパワーメントですね、自分の教育とか、ね、腕上がる、うん、なんとかプログラムができるんだったらいいなと思う、エンパワーメントされるプログラムってことです、まあ、女性の、ね、DV のケースとかはもうこれも一個何がっていう一つだけじゃないですけど、でもやっぱりあのもうビザ在留資格のために我慢している人はすごく多いです。日本人の配偶者という在留資格で来ている人で、在留期間、日本にいる期間が短くて子供さんもいなければやっぱりそこからさらに日本に滞在するのってすごく難しいんです。そうするともう暴力があってもビザのために我慢しているとか、でなんでビザのために我慢するかって言ったら本国で仕送りをしないといけないから我慢する、仕事するためにね、うん、そしたらもうあなたの命が大事なの、フィリピンにいる家族の命がどっちが大事なのっていうもうね、究極の選択なんですよ。まあ、そのお金を送る、ね、まあ、送金するのは、うん、あのフィリピン人女性と日本人男性の、まあ、夫婦の、うん、まあ、一つの喧嘩のもとになっていることも多い、喧嘩の原因ね、そうですよね、送金問題はです、喧嘩の原因、の旦那さんは そこまでは理解はしてないんですよね、うん、だからなんでもう自分の家族はいるのに、うん、もうなんで送金しなきゃ、お金を送らなきゃいけないというのが、フィリピン人はこういうものが食べてると、まあ、向こうも食べさせたいぐらいっていう気持ちがすごくあるんですから、うん、家族はどこまで家族かっていうのも、まあ、あの考え方も違うんですよね、そうそうそう、いとことかね、姪とか甥とかね、何年前ですかね、エンターテイナーが来れなくなったっていうのが2005年6年前、あれからすごいあの結婚するフィリピン日本人に、うん、あの結婚するフィリピン人が増えてたんですよね。だから、だけど彼女たちだってさ、ね、親戚とかさ、うん、行った人からいろいろ聞いて、まさに村の中なんか私 DV の被害を受けて帰ってきたって人がいるわけじゃん、うん、それでも言わないもん本当のこと、例えば何の経験とかなんかみんなが、うんうん、だって日本にいる間にやっぱり大変困っているとか、うん、けど本当のこと言わない、うん、日本語、うん、だからイメージあってもやっぱり日本行きたい、会社で働いたらちゃんと全部、うん、あのなんとか介護保険まで取ってるんでしょうね。日本はそうだね。それがもう、ね、やっぱりそこできてないから、うん、それがもう本当に、ね、海外行きたいとか働きたい、まあ、まあ今ちょっといろいろね大変な問題があるという話をしてきたんですけれども、それにもかかわらずですね、もうね先が見えない、こんなにたくさん毎日毎日皆さん相談に来るんですが、それでも続けられる理由っていうのは何ですか？あのバーケットがよくえでん、あの、と、なんていうのか、ナパトロイユンアクティビタですんよ。なあ、サマンタランユン、パランワランハンガン、アンプロブレマンのマイグランツ。やべ。そう、ヨンポ、ヨンダノンポ。うん。
あのね、私はね、うん、もちろんその教育とかエンパワーメントをやりながら間にもちろんその救急車みたい、うん、薬みたい、みんなの権利とか勉強するところが教え、みんな教えるながらの間にそれやった方がいい。僕は逆にあの、まあ、こういう問題ある限りは、まあ、続けるっていうのが問題なければ別に続かなくてもいいですので、それだけです。ありがとうございます。で、まあ、もしあの困ってることがあればあのお金以外、お金以外、お金以外でしたらフィリピン人移住者センターに、うん、あの来てください、うん、特にフィリピン人の方もあの、うん、ぜひ、水曜日と金曜日が、相談を受けてますので、5時から3時から7時までの間にボランティアしたい方もいいし、バイバイ、またありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。Ang kambal na sanga, demokrasya at mga karapatan.